はい、皆さんこんにちは、ファンダリングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくのはディズニーキャッスル2マイハッピーライフの続きをプレイしていきたいと思います。ですね、前回までの状況ですね、簡単におさらいしておくと、前回、リロとスティッチとフラダンスの練習をしたというところまで進めてきました。今回はその続きですね。エピソードボードからエピソードを選ぼうということで、次のエピソードをやっていきたいと思います。エピソード5はゆったりマッサージということで、このゆったりマッサージをやっていきましょう。トローピカルスパの店員さんがいますね。アロハスパへようこそ。スパに初めてならスパでマッサージして、癒されてねというようなことを言っています。ただオイルが切れちゃっていてマッサージがうまくできないということなので、そのオイルの材料を持ってきてくれという依頼ですね。さあ、またお化けが出てきたので、このお化けを倒しておきましょう。食らっちゃったか。一発ダメージを受けてしまいましたか。結構出てくるな、数が。これ倒しましたね。最初の頃に比べてやっぱりお化けの出てくる数かなり増えてきた印象ですね。さあ、次のステージへと進みましょう。なんだ、すべての樽を50秒以内に壊そうと。50秒以内か。できるかな。あとどこに樽があるんだ。よし、50秒以内って結構時間に余裕はありましたね。入り口付近にアイテムがあって、ちょっと行き過ぎちゃったかな。次のステージ、キリリンは分散してくるのか。よし、ギリリンを倒して、これで次が最後のステージかな。何なんだろうこの鐘の音。キラリンは突然現れてすぐに逃げちゃう珍しいお化けだ。キラリンを退治すると魔法の音符が手に入る。へえ。お、倒したぞ。ショータイムが始まるよ。いきなり始まるの。あー、なるほどね。このま音符マーク、キラリンを倒して音符マークを手に入れると無敵状態に落ちるみたいなんで、このボス戦で使いましょうか。じゃあ、
無双状態ってことですよね。おお、クリアできた。あっさりクリアしましたね。キラリンを倒したことによって。無敵状態になったんで、もう無双状態でしたけど。よし、これでクリア。これでマッサージを受けられるのか。いや、本当にマッサージ受けたいな。服を着たままのマッサージなんだな、やっぱり。オイルマッサージっていうぐらいだから脱ぐのかと思ったんですけど、服がベタベタにならなければいいな、オイルで。そしてこのマッサージのお姉さんは青い目をしてますね。これマッサージを受けると何かいい効果があるんだろうか、ゲームの中でね。ただただマッサージされてるこの人を見続けるだけの画面になってますけど。いや、もういいや。マッサージを受けると何かいいことがあるんだろうか。何もなかったなぁ。次はもっとお化けのデータをということで、シールが足りないのでまだできませんと言われてしまいましたね。裏ダンスもそうなんだけど、次が進めないな。何すればいいんだろう。裏ダンスの大会に出たいんだけど。ああ、で、サーフショップがなんかオープンしてそうな感じですね。やった、水着をくれるって言うんだ。いや、もらえるものはもらいましょう。じゃあ、これで泳ぎますか。お、水着にチェンジ。サーフィンを楽しもう。スライドパッドで大きな波の近くまで漕いでみようと。 B ボタンを押しながらだと少し速くなるよ。 A ボタンを押すと、立ち上がって波乗り開始。ボードの向きを変えて、登ったり滑ったりを繰り返して長い距離を保ちましょう。おお、波が来る。ここはパドリングをしたまま波を越えましょう、一回。よし、一回越えて、もう一個、縦にね、入っていかないと、危険ですからね。で、この先はもう何もないんですね。じゃあ、これ、ここで波待ちしますか。
うわ、立ちが上がってる時に波を越えるとバランスを崩す。ちょっと早かったんですね。ちょっと難しいな、思ってる。難しい。難しいな。これはなんとか1回ぐらいやりたい。波から離れるのが早すぎましたね、今。次の波を待ちましょう。来たー、来たぞー。これはでかい波だ。こういう感じですよね。うわー、波に揉まれたか。それでも77メートル、結構頑張ったんじゃないか。これ結構面白いな。パドリング、パドリングで、波が来たらランディング。砂浜まで戻るのはちょっと難しそうだな。まあ、77メートルも泳げたらいいでしょう。というわけで砂浜に戻りましょう。で、シールが29枚になったのかな ?24 枚だからまだダメそうだな。どこに行けばいいんだろう。完全に煮詰まったな。ダメだ、シールがどこでもらえるのかわからない。掲示板に行くにも微妙だしな。ちょっと一回自分のキャッスルに戻るか。と思ったら全然違うところに来ちゃった。どうしようかな。自分の家、キャッスルタウンに帰りたいんだけど。
ャッスルタウンへの戻り方がわからん。こっちかな。ああ、ここですね。おなじみの音楽だ。そしてパークはすっかりクリスマスですね。お、浮いてる浮いてる。なんだなんだ、今度は蜂蜜プーさんかな。だから風船だったんだな。アニマルキングダムみたいな感じですね。ウィニーザプー。ピグレットがいますね。おーい、こんな感じの声じゃないですね、ピグレットは。プー並みに風船に乗って浮遊してますね、パワちゃんが。おー、プーさんだ。いや、こんにちは。ということで、プーさんと出会いました。君も風船くんと空の散歩中かい。飛んでたんだけど捕まっちゃったよーということで、木にはまってますね、プーさんは。プーさんと出会いましたね。パワちゃんだよ。ありがとう。このプーさんののっぺりした感じの喋り方は和みますね。この100エーカーの森には僕の友達が住んでるんだっていうと、ピグレットとティガーかな。それにイーヨもいるはずですね。じゃあ彼らを探しに行きますか。こっちに誰かいるぞ。ラビット、プーどこに行ってたんだ。ずいぶん探したんだぞ。それに隣にいるのは一体誰だと。いやいや、決して怪しいものじゃないんですよ。さっきプーさんをね、助けてあげたし。これはブレアラビットじゃなくてラビットの方ですね、本当に。こっちにも誰かいますね。ああ、ここはピグレットだ。どこに行ってたいんだい、僕探したんだよ。ということで、ピグレットに出会いました。あとはティガーとイーヨか。イーヨもいるのかな、そもそも。まあ、ティガーまではね、絶対いると思うんですけど。あ、ティガーだ。ティガーがいますね。ティガーが自分で見つけたと思ったんですけど、これどう見ても自分で見つけた状況じゃないですよね。プーが自ら寄ってきたのに。
さあもう一人いるかな。ディズニーランドでティガーに会うことできるんですけど、そのティガーの色のオレンジの鮮やかさといったらすごいですよね。あ、イーヨだ。イーヨもちゃんといましたね。これでいいよを見つけましたと。他にもまだいるのかな、仲間って以上のような気もするけど。お、こんなキャラもいましたね。オール。フクロウのオールですね。ほほー、お前さんパワちゃんというのか。これで全部のキャラクターが揃ったんじゃないかな。主要キャラクターが。プーさんのね。全員揃ったな。どうだいパワちゃん、百栄華の森ってとっても素敵だろ。この森が気に入ったらゆっくりしていけよ。そうだな、プーを助けてくれたパワちゃんならわしらも歓迎するぞ。もちろん僕も歓迎するよパワちゃんのこと。百栄華の森にようこそ。となればパワちゃんは百栄華の森の新しい仲間と言えるな。そうですね、友達もいいですが仲間っていうのもいいですね。仲間と友達の違いがよくわからないけど、ここでもエピソードボードがあるんですね。はい、というわけでちょっと長くなってきましたので、今回この百栄華の森に潜入してプーさんの仲間たちと出会ったというところで一旦終わりにしたいと思います。次回はこの100エーカーの森でエピソードボードでエピソードを進めていきたいというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。